ズ赤星です。どうもサクサクミルクの赤崎です。はい、瀬尾です。よろしくお願いします。はい、さあこの度はこちらマジンブーというお店に行ってまいりました。これで豚と書いてブーと思いますけどね。一応川越のねすごい北の方にありますんで、はい、ご覧ください。東武東上線のですね鶴ヶ島駅というところから、うん、まあ本当に1分で、ね、1分、ね、緑色のね、うん、あのビルの1階に入ってるんですよこれ。まあ、マジンブーが居抜きで使った説もあるけどね、ちょっと配色はピッコロですけどね。確かに、なるほどね、ピンクなかったよ。まあ、もともと店主さんなんと新小金井街道店で修行されてて、はい、二郎を出すつもりだったらしいんですよ。ああなるほど。だけどタイミングがどうも合わなくて、まあ、この自分のブランドを持たれたということらしいですね。はいはい、インタビューでおっしゃってました。これはなるほど、インタビューインタビューでおっしゃってました、どっかの。でさらにですね、お取り扱いサイト、たくめん .com というのがまああるんだけど、うん、ここで、ラーメンオブザイヤー2017の総合優勝をね、したお店なんですよ。はい、まあ、かつては2016年にナンバーワンだったということで、ございますけども、食券を見ていきましょう。基本は、ラーメン、混ぜそば、つけ麺の、3つ。うん、で今回はですね、小鹿児島系譜なのかこの麺量が多いんで、初めからもうミニラーメンが置いてあるんで、女性はもうこっちかなという感じですわ。はい、で今回はラーメン豚入りを選択しております。うんうん、着弾。こちらですね、すごいねこれ。ラーメン豚入り全部マシマシにしておりましてですね、あまりの盛り土にこう油はちょっと別皿でということで、はいはい、もうこぼれすぎちゃうんで、なんか特例で、そうそう、本来は上に乗ってくるらしいんだけど、本来はね、はい、さて豚をね食べていきましょうか。まずは、はい、ねえこれ4枚こう入ってますけども、うん、程よく柔らかくて食べやすいバランス巻き豚でございますということで ね、 こうね、まあ、やっぱり初めの方はこれね、あの豚からまず処理していかないと、うん、あの脂身の部分がコラーゲン豊富でブリンブリン気味だぜということでございます。うん、紀元山みたいな、紀元山どんどん入れてきてますけどもわー、ちょっと主張してるけどね、ちょっとまあ、観光サポ打っちゃったのね、いっぱいね野菜をねそのまま、出していきましょうか。別皿に、別皿に、そうそう、もう崩れちゃうんで、本当に別皿もでかいよ。別皿もまあね、これしっかり水分吸収した中高しっとり野菜なんですよ。はいはい、あんまり食べたことのない重さ、白菜がこう、うん、温野菜ですごくしっとりしてきてる感じぐらい水分含んでるんですよ。はいはいはい、くたくたで、そう鍋的な、うん、野菜。でもあまりの量のためにね、まあ別に受け皿に、移しながら食べてますけども、はい、まあ、こちらちょっとしばらくね、マジンブーのベジータブル映像、ああお楽しみくださいってことで、もうベジータブル映像ちょっと見ちゃって、もうどんどんどん食べていこうね。うん、まあ、ベジータがそうですからね。あ、まあそうですね。だブー編見てないんで、でも僕あ、そうなんですか。ちょっとセル編で終わった人、セル編でちょっと、はい、だから、あのビビディとバビディとブーがビビデバビディブーになってるって知らなかったんですよ、これギリギリまで。そう、ハイスクール編を見ました。ハイスクール編、ご飯の、ご飯がね、すんごいボール投げる、それ見たんだ、それだけ知ってる。ラーメンの動画じゃないですかこれ。ラーメンだ、検知会社えぐいなこれ。これちょっとね、もう本当にね、いやいやいや、もうすごくないですかこれ、ね、どういうこと言った、圧倒的ブロンドヘア感がもうね、探すの苦労したでしょこれ。あとあの無料のあの一切ライセンスの関係ない画像を拾ってきてるので、素晴らしいガッチムチ麺ということでございます。うん、弾力がすごいんですね。もう口の中でですね、小麦がもうなんていうか弾け出すような、はあ、よーく噛むんでね、うん、小麦の味わいがもうシンプルに楽しめるというのも、はいはい、実は真面目に言うと、なるほど、そこが特徴的な麺なんですね。うん、でさらに見ていきましょう。野菜の水分とスープをこれ吸ってるんですよやっぱり、うん、野菜を攻略した時点で、はい、なんだけどもまだまだコシがあっておいしいということなんですね。なるほどさあそしてね、気になっていたスープね、おーっと、いや色濃いっすよねこれね、うん、ね、乳化してない、いや、まあ、うん、どっちの方が非乳化で一旦濃い見た目には見えますけども、うん、あの味付け的にはね、そこまで実はあんまり辛くないんですよ。あ、見た目ほどは。ただ醤油のなんかコクが強いって感じなのかな。うん、ニンニクもすごいね。そして脇からね、飛び出すニンニク、よいしょ、よいしょ、いつも通り突き出していますけどもね、この油量と野菜量にとかもゆっくり味変とか言ってられないレベルなんでね、うん、そこが特に
まあ特徴的だったかな、はいはい、うん、さらにここでやってきました。あ、そうかそうか。油ね、バシャッと入れちゃうとね、うん、あのもう器の液体油も入っちゃうんで、うん、ちょっとずつがおすすめですよ。固形のところをね。そう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 、うん、この油量はもう、うん、体験ないかもしれん。本当にザ・マシマシ、うん、これぞマシマシですよこれ、うん、最もかもしれないね。持ってあの持ってくれたところとしては、まあまあまあ何かがそうですね言えましたけども、詰め替えタイプの5章、もう戦闘力がまや主役級、うん、そして油単体で飲み干してもこれ絶対美味しいっていう感じのほんのり味付け油なんで、うん、あの増したい人はどんどん増しちゃってくださいね。はい、ところが、ところが、この辺ですすってきたのがですね、めちゃくちゃきつくなってきたんですよ、まあ、ここでやっぱり、量多いしね、最後の方で油投入したらしい。油投入、ただもう何が何でも僕残さないんで、もう野菜と麺はもう食い尽くしますよってことで、うん、これ頑張ってますけども、まあ、ただねちょっとね油も残したくはないんですが、まあ、増してるしね水が。そう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 、増し増しというふうにコールをしてるんで、うん、最後まで最後まで限界値まで行くんですよ、はい、行くんです、まだまだ、いや、ね、行くでしょそれは、うん、食べて、いや、これ自体が美味しいしね、うん、結果味付いて、味付いて、ただねちょっとねこれ判断してください、どうですか。いやこれいいんじゃないこれは。セーフ。いや僕はちょっと、いやまだいけたけどなっていう、これギルティーと言わないと思うな。あ、そうですか。もう油量100にしました、もう。おー、非常に美味しかったんですが、はい、食べるのに20分かかったっていうのは、まあまあ僕としてはかなり時間かけて食べた方かな。おー、まあね、というわけで魔人ブー行ってまいりましたが、結構ね、はい、あえて川越からちょっとずれたとこ行って食べても非常にいいと思いますので、はい、ぜひ皆様お立ち寄りください。ごちそうさん。Thank you.